マフムド・ダ・フードは、シリア・ハサカ県アムダ出身のサッカー選手、ボルシア・ドルトムンと所属。ポジションはミッドフィールダー。シリア系ドイツ人で、年代別代表では、ドイツ代表でプレーしている。1995年に誕生、翌年にドイツに移住。2010年に、ホルトゥナ・デュッセルドルフから、ボルシア・メンヘングラートバフ派に加入した。 2014年8月に7から0で勝利したヨーロッパリーグのプレーオフである FK サライボとの試合でデビューした。2015年9月23日にはグラウトバッハで2試合目のスターティングメンバーとして出場した FC アウクスブルク戦でブンデスリーガ初ゴールを記録した。2015年9月30日に行われた。 チャンピオンズリーグのマンチェスターシティ戦では10個のインターセプションを記録し、この試合で最もボールダッシュした選手となった。2017年3月30日、2017から18シーズンからボルシアドルトムントへ加入することが発表された。遺跡金は非公表。2021年7月には2023年までの契約延長に合意した。ありがとうございます。